はいどうも、初にお目にかかります、地球上のすべての等しい生き物の嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルはこちら、リトルウィッチアカデミア時の魔法と名の知り体験版というわけでして、今回ですね、動画をするときに4本目ですね、今回も頑張ってやらせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。難易度は一番軽い難易度イージーっていう難易度でやらせていただいております。で自分ですねゲームの腕前がめちゃくちゃド下手なので、奇跡的にもねこちらの動画をご視聴くださっている方の中で非常にそのせいで、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、何とぞね長い目でご容赦いただければ幸いかなと思います。いずれにせよド下手はド下手なのに一生懸命頑張って、ご視聴くださっている皆様に少しでも楽しいなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ごめんなさい。ああ、ごめんなさいね。で、そうですね。前回っていうか、このシリーズのやつに関しては、毎回ノーマイクでね、やらせていただいて、おりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また終わり次第にご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。ではまた後ほど、See you soon. バイバイ。おかしいと思ってたんだ。それならもっと早く言ってくれればよかったのに。アッコに言っても仕方ないからね。本当に時間が戻ってるなんてことあるのかな。わかんないけど調べてみるしかないよ。何見てるの？これ多分記憶水晶玉だと思うんだけど。記憶水晶玉ってロッテがいつも見てるやつ？あれは魔力でホームページ見たりメッセージ送ったりできるんだけど、これはもっと古いかな。昔魔女が占いに使った水晶玉だよ。これなら精霊がついてるかも。じゃあロッテなら精霊と話せる？アッコもこれを使えばできるんじゃないかな。これは魔法薬？試供品だってもらったの。私は使わないからアッコを試しに使ってみたら？よし、それじゃあやってみる。でも精霊の言葉わかんないや。それは魔法薬じゃダメみたいだね。残念。でも精霊さんアッコに感謝してるみたい。今度から調べたら今までのことを記憶してくれるって。よくわかんないけど、時々調べてればそのうち精霊さんの言葉がわかるようになるかも。それならちょくちょく調べてみる。記憶水晶玉はルーナノバにいくつかあったと思うから精霊と交信してみるといいかも。そんなのあったっけ？私たちの部屋にもあるよ。後で出しておくね。ここって何なのかな？ただの物置ってわけじゃないよね。ダンジョンにつながるような扉は普通物置にないと思う。あの扉があるからこの場所を隠してたのかな。
もしかしてアークがこの時計を壊したせいじゃない？そんなことないよ。元から動いてなかったんだから、私が壊したわけじゃないよ。アーク、この前触ってたでしょ。さあ何にしても時間の流れがおかしくなってるのは間違いないはず。時間の流れか。あれ、なんだっけ、なんか聞いたことがあるような。何にしても時間の流れがおかしくなってるのは間違いないはず。時間の流れか。この部屋って何なんだろう。ダンジョンにつながるような扉は、あれ、誰か降りてくる？どうしてアマンダが？アッコが図書室行くっつってたから気になってたんだよ。まさか図書室からこんな場所に行けるとはな。ブライトンベリーに行くんじゃなかったの？ん？予定を変えただけさ。つうか、なんでアッコがそれを知ってるんだよ。あーもう、ただでさえややこしいことになってるのに。こんな面白そうなことを私たちに隠してるなんて水臭いじゃねえか。絶対他の子たちに言わないでよ。特に先生たちには絶対。わってるって、私が言うわけないだろ。あら、知られて困るようなことでもしているのかしら。行く。ああ終わったー。よりによってなんでダイアナが来るのよ。まさかアマンダ？おいおい、私がダイアナを連れてくるわけねえだろ。ひどい言われようですわね。アッコがいつにも増して挙動不審だったので様子を見に来ただけです。アッコのせいじゃねえか。ねえ、そんなことよりアッコ、あなたは罰当番として図書室で本整理をしているはずではなくて。それはただサボるだけではなく、このような場所で一体何を。ことと次第によってはフィネラン先生に伝えなければ。待って、それだけはちゃんと説明するから。というわけで、カクカクしかじかなの。へえ、ダンジョンか、面白そうじゃねえか。時間の流れが、まさかここはホロロギウムの間。そうだ、ホロロギウムの間だ。ホロロギウムの間？なんだそりゃ。そこには時を操る時計と開かずの扉が鎮座する。時計は逆に回り、扉の先は開くたびに変わる。秘宝は行方知れず。シャリオカードの試作品として作られた幻のレアカードだよ。へえ、持ってるのか？ううん、前にシャリオカード設定集で見たことがあるだけ。面白くなってきた。アッコと一緒にいれば何か起きるとは思ってたけど、まさか夏休み初日からとはね。それだとまるで私が原因みたいじゃない。そうじゃないの？違うと思うけど。面白くなってきた。アッコと一緒にいれば。それだとまるで私が原因みたいじゃない。そうじゃないの？違う。アッコと一緒に。そうじゃない。違う。
マンダたちまで巻き込んじゃってよかったのかな。アマンダたちが勝手に来たんだから仕方ないよ。いいのかな。もしかしたら明日になったら覚えてないかもしれないし。なあ、ダンジョンに行かねえのか。アマンダは不安じゃないの。不安ってなんで。時間が戻ってるって普通じゃないでしょう。退屈しなくて良さそうじゃねえか。今からでもダンジョンに行きたいところだぜ。まだあなたの話を全て信じたわけではありません。私嘘なんかついてないよ。それも明日になればわかります。それにしても、もしここがホロロギウムの間なら。ここがホロロギウムの間なら何なの。どうして図書室に隠されていたのでしょうか。さあ、偶然じゃない。あなたの答えには期待はしていませんでしたが。何よ。私が壊したわけじゃないよ。アマンダたちも私たちみたいに今日のことは忘れないのかな。どうなんだろう。今考えなくてもどうせすぐにわかるよ。まさかこんな面白いことになってたとはな。うん。時間が戻ってるなら食べ放題。ホロロギウムの間だとすれば、まさか本当にアッコの言う通りだとはな。信じてなかったの？あんな話簡単に信じられるわけねえだろ。でも今は違う。そりゃ自分で経験すりゃな。あとで私たちも図書室に行くよ。不思議、ドーナツみたい。アシュラ先生、ごめん、私急いでるから。え、アッコ、ちょっと。遅かったわね。私が言った通りだったでしょ。ええ、どうやら夏休み初日が繰り返されているようです。それでどうするつもりですか。え、いつまでも夏休み初日というわけにはいかないでしょう。それはそうだけど、私としては先生に伝えてもよろしいのですか。それはダメ、お願い、それだけは。ホロロギウムの間についていくつか分かったことがあります。え、なになに。落ち着きなさい。全員がホロロギウムの間に揃ってから説明します。
全員がホロロギウムの間に揃ってから説明します。ホロロギウムの間について少し分かったことがあるので情報を共有しておきます。まず現状の再確認ですけれど、ホロロギウムの間が時を操ることができるのは今の状況を踏まえれば間違いないでしょう。おそらくはアッコたちがこのホロロギウムの間の封印を解いてしまったのが原因でしょう。どうしてそんなこと断言できるの？図書室の隠し扉を調べてみました。随分と古い術式でしたが、確かに魔法によって封印されていたようです。それを何も考えずに封印を解いてしまう者がいるなど、封印した魔女も想定していなかったのでしょう。だってこんなことになるなんて思わないじゃない。それはさておき、解決につながる手立てはおそらくホロロギウムの間にある開かずの扉です。行方知れずの秘宝が開かずの扉の先にあるってわけ？秘宝があるかどうかは知りませんが、あの扉は差し込んだ魔法の鍵によってつながる場所が変わるそうです。え、でも魔法の鍵は一つしかなかったけど。そのことですが、これを見てください。これは今朝寄宿舎で拾いました。確認しましたが、寄宿舎や学内の教室の鍵とは型が違うそうです。じゃあもしかしたらこの鍵を刺したら。ええ、今鍵箱に入っている鍵とは異なる場所につながると思われます。もしかしたら時の流れを正常に戻すヒントが見つかるかもしれません。そうなんだ。よし、早速行ってみよう。新種の毒植物とか毒生物に期待。はい、というわけでして、今回ですね、気分良さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやーね、ちょっとね、ようやセーブ機能ないかと思ってたんですけど、タイミングっていうかね、ここに来てようやっとセーブ機能が解放されたんで、これでなんとかセーブができるようになってたは良かったんですが、やはり体験版とは言っても結構なボリュームがあるのかなということで、未だちょっと完結させることもできず、まだまだやっていかなくちゃいけないということですね。どの辺でこれ体験版終了するのかちょっとわかんないんですが、また次回5本目ですね、やっていきたいなと思いますね。はい、次回の5本目で完結できればいいんですが、まあまた次回ですね、このアッコちゃんたちとまた冒険の方ね、やっていきたいなと思います。ですね、そうですね、これ以外ですね、自分シリーズ動画ですね、サイコブレイク2、ウィッチャー3、ワイルドハント、狼絶景版にファイナルファンタジー15、シーンとザ・シルバーケースと、動画の方ね、出させていただいております。でそれ以外にですね、ニコ生の方でアサシンクリードオリジンズっていうゲームもブロードキャスト配信させていただいております。で、
そのブログ配信させていただくにせよ、今回みたいに、動画をね、アップさせていただくにせよ、必ず事前にですね、自分にやらせていただいておりますので、ツイッター等で、ご報告ね、させていただいておりますので、毎回、動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS の、URL をリンクっていう形でもって貼らせていただいております。お気の方がお向きになれましたので構いませんので、もしよろしければぜひ、チェックの方されてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。で、そうですね自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、チャンネル登録、あと動画の高評価等をぜひ、よろしくお願いいたします。本当にね、していただけるとすごく嬉しいです。お願いします。あと、そうですね。はい。というわけでして、今回、不詳小生キモイマン37がお送りさせていただきました。リトルウィッチアカデミア、時の魔法と七不思議。体験版ですね、今回で4本目ですね、はい、これで終了させていただきたいなと思います。改めましてここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださりましてお疲れ様でした。ありがとうございました。では今回は、これで失礼させていただきたいなと思います。ありがとうございました。バイバイ。